白いの長谷川雅でーす。占い師の大石でーす。はい、お願いします。さあ本日は、10月の世間予報の答え合わせということで、はい、10月のなんですよ。ですね、はい、本来なら、うん、もうちょっとね先にというか、うん、11月の頭ぐらいにやるはずだったんですけれども、はい、ちょっとずれ込んで、ずれ込みましたね。はい、はい、ちょっと皆さんお忘れかもしれませんが、はい、10月の予報をしたってことは、うん、実は予報してるのは9月の終わりぐらいに言ってるってことなんですよ。まあそういうことになるんですよね。かなり前のお話になっちゃってます。なっちゃってるんです。はい、はい、ということで、先生の予報、はい、予想をね、何を言ったかと、はい、はい、まずはですね、女性官僚辞任、はい、こちらですね、閣僚ですね、女性閣僚辞任ですね。はい、はい、そう、これはもう今となってはね当たり前だろうって思われるかもしれませんが、はい、まあ、予想時点では、うん、むしろこれから女性の力に期待とかって言って、はい、言ってた頃なんですが、うん、まあ、ご承知の通り、はい、確かに見事に辞めてくれましたと、うん、辞めてくれましたって言い方、まあ、いや、言い方よ、まあ、はい、まあ、大当たりと言っていいんじゃないでしょうか。まあまあそうですね、はい、これはすごい、はい、続きまして、はい、生活必需品が品薄になると、はいはい、こちらも言ってましたね。そうですね、はい、こちらは、うん、いいですか、はい、スーパーの店頭などでバターの品薄と値上がりが目立ってきたと、うん、輸入に頼る牛の餌代が上昇し、将来、割安な、海外産の乳製品が大量に入る不安もあって、酪農家が減り原料の生乳が不足しているため。そうですね、はい、まあ、実際今バターってすごくこう手に入りづらい状態ですよね、うん、値段上がってみたりとか、はい、まあ、で生活必需品の中にバターが入るかどうかっていうのはちょっと疑問っちゃ疑問なんだけども、うん、ね、でもまあ何にでも使いますけどね、まあ、バターその食料品であれば、まあ、必需品の中に入れてもいいかなと、はい、でまあ、見事にニュースにあちこち出るぐらいまで、うん、バター品薄状態になりましたと、はい、まあ、これも、なかなかいい線いってるんじゃないかなと、おね、なるほど、かなり自分でかなり自慢。さあ続きまして、先生言ってましたね、はい、火事に注意、はい、これ言ったんですよね、はい、まあ、ただね、うん、火事って、うん、割と全国レベルで考えると、うん、コンスタントにあるんですよね。まあまあそれはありますよ。だからあえてそれを取り上げたっていうことは、ね、すごく大きな規模のが起こるとか、はい、あとまあその何かちょっと普通とは違う特徴のある火事が起こりそうだよということでまあ言ったわけなんですよ、うんうん、まあ、なんかその日本だとか世界でもね大きな、 なんか火事とかそういうのがあったかなと思ったら、うん、ちょっとあまりそうなかったような気がしますよ ね、うん、ただ唯一、はい、ビッグダディの全焼したっていうニュースがね。なるほど先生、なぜ笑うんだそれ。いかんこれ、ね、ダメでしょそれ、ね、いやでもこれね、まあまあそうそう不幸なねあれですけれども、うん、でね、まあ、これ、はい、占いの当たり方についてなんですけれども、うん、例えばまああんまり良くない例えかもしれませんが、はい、地震を例えに出した時にね、うん、実は科学的な予測と違って、うん、人間が全く住んでない原野に、うん、ものすごいマグニチュードの地震が起きても、はい、占い上にはあんまり実は出ないです。要するに占いっていうのは人間界に対する影響を見るわけだから、規模が小さくても人的被害が大きいとかそっちの方がむしろ出やすいんですよ。全く出ないわけじゃないけども、うん、北海道の原野で誰も住んでないところでものすごい大地震があっても特に迷惑を被る人いないわけですよ、はい、だから例えば火事に注意とかって言った時もですね、うん、さっき言ったように客観的にはあちこちで起きてるよと、うん、でも、こういう予想したということは、はい、なんかニュースになるような火事があるよっていうことなので、まあ、とりあえず、うん、有名人宅焼けたというところで、まあ、これはどうなんですかね、まあ、ちょっと、うん、苦しいね。いくらなんでもこれはね、まあ、しかもほら、もともと笑いもっちゃない話です。まあまあそうですよ、笑っちゃダメですけれども、人様の不幸のお話ですから、これ当たらなくて本当は良かったですねと言いたいところなわけですけど、なるほど ね、まあ、でも一応そういうのを拾っていただいて、はい、そういう件が10月中には火事というキーワードでいくとありましたね、うん、となるほど、ここはまあちょっと私の成績としては良くないかなという気がします。あー、なるほどね、まあ3つほどのうち2つはね、まあそうですね、まあ当たりということで、いいんじゃないですか、まあ、本当に厳しい企画だよねこれね。まあ今後も必ずやっていきますから、はい、答え合わせも必ずやりますからね、本当にいいな、はい、楽で、はい、ということで、はい、また明日も見てください。